やはりちょっと奈良までは頑張っていきましょうか。あ、17時発の奈良行きやね。まあちょっと急行の方は多分ここからザーッと混んできますからね。早々に諦めてチケット買おうかな。いや、無事だったんでね、本当にもしかしたら、まあ、終点まで行ったら会場取りましょう。で、これやね、三号車、よし、三元、なんか三の三ばっかしですね、この旅は。あ、こっちも乗ってきてないし、まあ多分この後すぐドカドカーと乗ってくるでしょうけど、あ、今日はまだ全然人乗ってきてないですね。ふう、いや、今日この方すごいですね。いやー、奈良行くのに、あっちも先に出るのかな、うん、でしょうけど、いや、さすがにね、こんだけ歩き回って、まだまだこの先もありますからね、近鉄特急使わせてもらいましょう。にしても、多分国会一気に乗ってくると思うんですけど、今45分発がね、出てきましたんで、どれぐらい埋まるんでしょう。この前もね、あの、賢島でね、余裕こいて、全然ね、こんな感じでね、車内で動画回しとったら、何のことはない、伊勢中が出た瞬間にほぼもう満席でしたからね。どうなんでしょう、外国の方とか京都から奈良も一緒に観光とかっていう人はいるんですかね。この時間からやといないかな。まあ、吸い取るって取りましょう。さあ、今奈良駅が出てった。エレベーター重さでですね、これはエレベーターなんや、すごいな。なんかおしゃれな降りてきた。で、おしゃれなそのまま降りてった。え？あ、ここで止まるわけじゃないんですね。へえ。まあ他のお客さん乗ってくるまでちょっと、ああ、いや、ここで止まるんやな。え？どれがどうやな。おしゃれですね。さすが京都。今度向こうに来るのが鳥羽駅ってなってますけど、多分伊勢志摩ライナーなんでしょうね。ね、伊勢志摩ライナーとか、あと島風はね、あの短絡線。ね、あの八木の、連絡線を、短絡線というか連絡線か、連絡線をね、使う列車が、うん、有名ですけど、とりあえずこれに乗ったら、もうとりあえずこれで、5時35分、35分で着くんですね、奈良まで。これで35分に、奈良までは時間が読めました。そうすれば、もう全然ね、四日市、帰る前にあれか、平田町寄らなあかんのか。それまで四日市に帰れる目処は見えてきましたね。奈良からまた特急攻めで行くことになるのかなと思いますけど、あの京都駅ね、あんだけの人で、まあ、新幹線とか超満タンですけどね、大阪はね、大阪、名古屋の間と近鉄とね、あの新幹線って、あのこうどっちにしようかっていう選択肢ありますけど、名古屋から京都やったら間違いなくもう JR なんですよね、新幹線。ちょっとこっちが大回り、ちょっとどころではなく大回りですからね。対して、あとは奈良行くならまあ近鉄ですけど、というか、要は、ここの京都から使うって言ったら、京都から奈良しかないんですよね。京都から大阪に行く人も、まあ、新幹線が JR、あとは、京阪か、ね、の方が断然ね、大阪の方出るの早いです。こっちはどうしても奈良を迂回してる分ね。あ、普通のやつが来ましたね、鳥羽行き。あの伊勢志摩ライナーじゃなくてもあるんですね。こうも変わるでしょう。どっちかな。あ、変わった。柏原神宮。奈良なんや、結局、ね、いろんなパターンあるんですね。まあ、奈良ね、喋りながら撮れるんですけど、前の方には乗ってるみたいですけど、ね、そう、一つ学んだんですよね。ビスタカーの上で撮ったら、まあ、景色もいいですし、あれなんですよね、あの
あ、でも景色撮るのは武甲川の方が良かったか。知りませんけど、仕切りが半分になりますか。普通の車両の半分で、ね、仕切られるんで、そうするとこう一人になる率が高いんで喋りやすいですね。うん、これはいいかもしれません。こういう撮影とかには向いてるかもしれませんね。まあでもだいぶ行きましたね。あとはこれで、橋の駅は奈良と奈良平田町米山温泉名古屋、あと4つまで行きましたよ。ただこれが遠いんですけど、奈良まではいいんですけどね、奈良から平田町は相当距離ありますからね、2時間以上かかるから。そうするとそこから平田町行って、もう平田町なんてもう6スポ見ませんからね。もうね、前回ね、駅間散歩って言って平田町の周りを散々散歩して撮ってますからね。秋に、この秋に今さらいいでしょ、パッと撮って、もうパッと撮ったらもうそのまま折り返し帰ってきますよ。なんか前の方がずっと混んできてますけど、なんか私を避けるかのようにこっちには全然乗ってこないですね。あ、来ましたね。埼玉市なんですけど、私だけ扉が閉まります、ご注意ください。すごいですね、埼玉市でみんな降りてくるんですね。こっから南に行ったり、難波に行く人はこっちに乗らんとね、 JR 使うかなと思うんですけど、そうでもないんですかね。びっくりしました、私以外全員ですね。前の車両もすっからかん。最大寺からあとは奈良までですね。栗大福食べましたけど美味しかったですよ。そうそう、こんな感じでね、食べました。美味しかったです。まさか考えてみたら生駒から、ね、この最大寺のすぐ横ですよね、生駒からあそこで買ったのが朝の9時だったんですよね。で、生駒から京都に行くのに、8時間かかっとるという計算ですね。完全にこの車両も私だけですもんね。終点の奈良線、車内にご手荷物、お忘れ物、内容をお降りください。